おっしゃ。何や。おお。これ落としてもう巻くだけで誰でも楽しめるんで、まあ、手軽にできるこの SLJ、ぜひ皆さんもトライしてみてください。おはようございます。中地です。今日は、小倉のガイドサービスセブンさんに、来てます。北九州響灘エリアの SLJ をやりたいと思います。魚種豊富な海域なんで SLJ らしく、まあ、いろんな魚釣りたいと思ってます。では頑張っていきます。はい。リーフの 60g でいこうかな。これちょっと、ボトム中心に、まあ、根魚をメインで狙っております。いきますぜ。水深36ぐらいだもんな。基本的にはワンピッチで、そこの方を中心に。で、一番まあこのただ巻きでも食うんで、このリーフはこうやって巻くだけでもこうトラウトのスプーンみたいな感じでこうふわっと泳いできるので、まあ、落として巻くだけでも、まあ、あのスーパーライトジギングだから楽ちんですよね。シャクルもありやし、ただ巻きもありやし、その時の状況に合わせていろいろ、ワンピッチにしてもちょっと早めに、こんな感じもありやし、ちょっとその日のパターンを探していろいろやってみますわ。まあ、基本的にはまあリーフあんまり上までやるよりかはそこ中心でやってみます。おだよ、なんかおちょっと重々しいぞ。よっしゃ、これは取りたい。おー、なんや、なんやろな、めっちゃ重たいけど魚では、まあ、間違いないな。あー、アコウかな、 A サイズの。よっしゃよっしゃ、アコウでしたわ。おい、これね、普通にちょっと巻いてて、ボトムついてちょい早巻きぐらいでドンってきました。4巻き目ぐらいで、まあ、落として巻くだけで楽しめるから楽ちんすよね、SLJね。おー、こいつもドーン来たな。どうなんやろ、ちょっと巻きスピード速くしたら当たり出したな。あれちゃん、イラちゃん、イラ、よいしょー。チャオ、これ何でしたっけ、なんとかイサキですよね。船長、これ何でした。横筋全然ちゃうやん。でもニューキャラ来た。来た来た来た、いろいろ釣れるのがね SLJ のいいとこなんで。今もボトムまで落としてちょっと巻いたらゴンってきました。あ、そこの フラッグトラップリーフも、今僕使ってるのリーフやけど、普通のノーマルもあのフラッグついてるんで、それもただ巻きでいいんですよね。巻くだけでこう旗がピロピロってたなびくんで。あとなんかそのフラッグがちょっと僕の中ではなんか平場っぽい感じで、あの平場のネクタイっぽい感じやから、結構タイがよく釣れるイメージもあるっすね。 SLJ なんやけどちょっと平場寄りみたいなイメージでやってますわ。ちょっと水深深いのと、潮がなんかこう2枚以上みたいな感じなので、もうちょっと60から80に重たくして、でカラーもちょっとグローストライプで、これで試してみます。おっしゃ、何や、おおタイちゃう、タイちゃう、タイちゃう、これわー怖いな、バレそうやんこれ。
マジっすか。ええサイズやでこれ。いやこのドキドキが SLJ やなけど。ちょ頼むわほんま。いやもういいからいいから。もういいから。いや結構早巻きで来たわ。ちょっと上で7、8巻き目ぐらいで落ちたんじゃないか。ただ巻きやね。浮いてきた浮いてきた。ええサイズや。なんかわからんけどでかいよ。ねえ。大っすね。でかいでかい。でかいわ。え、バリでかい船長。でかいわこれ。めっちゃでかいやん。仕事終わったなこれ。来たね。これぞ SLJ やな。来ました。これもちょっと早巻きで下から7巻き目ぐらいで来たんかな。5、6、7ぐらいでガーン来たわ。やったね。嬉しいわ。まあ、SLJ で重要なまあカラーローテーションなんですけど、まあ根魚とか、まあ、あのタイとかそういうのを狙うときはこういうまあ赤金ですよね。こういうのは結構あの、ね、あのおすすめです。ベイトが多い時とかあの青物なんか狙う時は、まあ、このブルピー、まあ、こういうイワシ系のカラーなんかも良くて、あとなんかこのシルバーストライプ、こういうのなんかなんかサワラなんか結構こういう派手な色好きなんで、まあプラスグローでちょっとアピールしたいなという時とかもあの使えます。でなんといっても、まあ、あの九州といえばこのグリーンゴールド、これはもうかなりあの九州で実績の高いカラーなんで、僕自身もまあ九州でこれいい思いさせてもらってるんで、まあ、九州行かれる方はこのグリーンゴールドこれ必ず持って行ってもらった方がいいと思います。まあ、そんな感じでまあカラーローテーションすればあの楽しめるんで、ぜひこれ参考に皆さんやってみてください。僕も来た。これもええよ。さあ何や。これはタイではない。俺はニューキャラ来てくれたら嬉しい。お、あやめカサゴやな。あ、ちゃう、赤旗や。赤旗。あ、ちゃう、あやめや。これあやめっすよね。お、ニューキャラ。あやめカサゴ来ました。根魚結構がいろいろ釣れた。ね、根魚にバリエーションあるっていうのがすごいよね。色々釣れるっていうのはほんま面白い。これボトムできました。お、来たよ。何や、もうちょっと若干タイっぽいよ。若干タイっぽいよ。お、タイ付いてる。これ今僕が使っているのが 63L で、で今日ちょっと水深も深かったりとか潮も流れが変やったりするから、まあ、60とか80とか重い目使ってるんですけど、重い目の時はこの 63L の方が良くて、 40g ぐらいの軽いやつやったらあの64の SUL で使い分けてます。何やろ。いや、アコーや。アコーやな。 A サイズのアコーや。 A アコー来た。抜けるかな。抜けますこれ。おいしょ。エアコー来たわ。これもそこのからもちょっと巻いて3、4巻き目でだいぶ移動で出たんでね、斜め引きできましたわ。豊かな海やわ。お疲れ様でした。ね、今日まあ大きいタイも釣れたし、でまあ根魚も含めていろんな魚釣れて、まあ、SLJ らしい感じで楽しめました。で今日はね、フラッグトラップリーフのあのただ巻きがすごい反応良かったんで、まあ、これ落としてもう巻くだけで誰でも楽しめるんで、まあ、手軽にできるこの SLJ、 ぜひ皆さんもトライしてみてください。今日はありがとうございました。